自社内でシェアサロンを持つことでそういった流出を防いだりとか。それで勝てると思いました。勝てると思いました。正直ちゃんとした正統派の恐怖サロン絶対これ入れないじゃん。いやだからその風土があるところは使いたいなと思う人はいらっしゃると思うけど、解決に至らない気がして。そこじゃないんだよね。それ逆に失礼じゃない。いやただ出会いの場は提供できてるんでそれは無駄ではないと思うんですよね。これ以上話す意味あんの？いやいやあるでしょう。サロンの虎。サロンの虎公式インスタグラムでは撮影の裏側や挑戦者のその後を先行配信。概要欄よりぜひチェック。それでは挑戦者の方中へどうぞ。失礼いたします。失礼いたします。よろしくお願いします。それでは自己紹介をお願いいたします。はい、黒木亮太35歳、福岡県からやってまいりました。よろしくお願いいたします。それでは黒木さん、今回希望するカードを選択してください。はい、コネクションカードとコンサルティングカードです。美容室のオーナーさんから見たうちの仕組みをどのように思っているかというのを、月に1回1年間2時間ほどコンサルティングを受けたいというのと、全国の美容室のオーナーさんにこの仕組みがいいと思っていただいたらご紹介いただきたいなと思っております。それでは今回の提案コンセプトをお聞かせください。全国の美容室のオーナーさんにこの仕組みを導入していただいて、美容室のオーナーさんと美容師さんが新しい出会い方ができるような環境をお届けしたいです。今回もバトルロワイヤルルールで実施されるサロンの虎。プレゼン中に虎、挑戦者の立場を常に表明しながらバトルロワイヤル形式でプレゼンが進行する。最終的に5名中3名以上が挑戦者側の白の札を挙げればチャレンジ達成となり、希望カードの獲得権を得ることができる。逆に1名でも過半数を下回ると失敗、全てのカードは没収となる。それでは挑戦者を護衛するナイトに登場していただきましょう。ボーテコンシェル代表松岡宗弘さんです。異色のサロン経営者、株式会社ビューティーワークスジャパン取締役、ボーテコンシェル代表松岡宗弘。飲食業、不動産業など100名以上のグループを運営しつつ、業種や手法にとらわれない経営で東京、千葉、大阪などで美容院を展開。美容師ではない美容室経営者というバックボーンから、他とは違った斬新な視点と考え方を持ち、異色のサロンオーナーとして注目を集める。そして現在はその成功体験を社会に還元すべく、若者の応援サポートに心血を注ぐ異色のサロン経営者が挑戦者の内面を炙り出す。ナイトの松岡さん、今の心境や意気込みはいかがでしょうか？はい、今回、ナイト役をやらせていただくということなんですけども、その打ち合わせの時に話を聞いて、あ、良かったなと思いました。自分でというのも、すでに彼がやろうとしていることをもう導入している部分もあったりするので、こっち側だったら最初からもうこうなってたなっていうのがあったんで、今後必要になってくる部分だろうなっていうのは思ってるんで、バチバチいきたいと思います。皆さん、はい、はい、挑戦者の黒木さんも今の心境や意気込みはいかがでしょうか？はい、すごく緊張しておりますが、皆さんの意見を聞いて、私の意見も聞いていただいて、いい会になればいいなと思っております。それではこれからプレゼンをスタートしますが、最後に一つだけお約束事です。プレゼン中は皆さんお互いに何を言われても恨みっこなし、必ず本音のトークでよろしくお願いいたします。それでは間もなくプレゼンを開始します。黒木さんの挑戦スタート。まず簡単なご経歴からお話しください。私は福岡で、育ちまして、大学の卒業後サラリーマンとして東京で7年間仕事をしておりました。仕事をしている中で福岡でまた仕事をしたいなという気持ちになり、福岡へ帰郷して独立をして、今シェアサロンの運営を行っております。では今回のご提案について詳しくお話しください。はい、私は福岡で、シェアサロンを始めたんですが、シェアサロンを今福岡で4店舗2年間で、作らせていただきました。その中でシェアサロンの良さも悪さもいろいろと経験してきた中で、美容室のオーナーさんから美容師さんをこう引き抜くとか、そういうような
ことを言われたこともありまして、今後は美容室のオーナーさんもそういったシェアサロンっていうところに人が流れていってしまうっていうところもあるので、自社内でシェアサロンを持つことでそういった流出を防いだりとか、またキャリアアップのまた一つのツールとして使っていただきたいというふうに思っております。また社内での社内独立だけではなく、その近隣にいるようなフリーランスの美容師さんだったりとか、ママさん美容師だったりとかがそのサロンを使っていただいて、そこで新しい出会いっていうのを提供して、そこで条件が合えばそのまま就職をするとか、そういった方法で使っていただきたいなというふうに思っております。黒木さんの経歴が元々じゃあ銀行系の方？はい、元々、はい、銀行員でした。なぜ全然違う美容業界？ようこそラグジュアリーな世界へ。世界一の美容師強国龍、あまたのコンテストで受賞を重ね、ロンドンでの世界コンテストでは見事世界一の美容師へ。指名料は88,000円、 SNS 総フォロワー数およそ100万人、受講者1400人を超える美容スクールやプロ向け美容ブランドも手掛ける。そのパワーの源は辛い自身の過去から生まれた。美容業界の価値を底上げしたいという熱烈な願い。強国を世界へ。時代の寵児が挑戦者をラグジュアリーな世界へ誘う。もともと銀行員という職種が僕には合ってないなと思いながら7年間過ごしてきたんですが、最低限のことは学びたいと思って5年間は頑張ろうと。でその間に新しい事業を考えようと思っていて、最初はシェアリングエコノミーの考え方にすごく共感をして、民泊事業を実は始めました。で民泊事業を2年間している中で、こういうシェアリングエコノミーの形を他で転用できないかと思った時に、私の髪をずっと3年間切ってもらってた美容師の方が、独立をしたいけどできない、仕方もわからないというところで、シェアオフィスだったりとかコワーキングスペースの美容室版を作ったら面白いんじゃないかと思って始めたのがきっかけです。その始めたきっかけって考えた時に、はい、結構調べました。調べました。それで勝てると思いました。勝てると思いました、正直。今の、パッと見このサロンドの授業プラン見たんですけど、はい、特に特別な点が感じらなかったので、はい、シェアサロン今結構やってる人も多い中で、はい、差別化が正直見えなかったですね、はい、他社さんだったりとか他のシェアサロンさんでいうと、美容師さんからすると面貸しだったりとかっていうところがすごくイメージが強いのか、売上の歩合制でシェアサロンをやってるところは非常に多いと感じてます、うんうん、で私のところは売上の歩合制というのは一切採用しておらず、1時間いくらで月決めでいくらっていう形できちんと料金を決めることで他との差別化を図っているつもりです。今もうどっちもやってるところもあるんですよ。そもそも 100% バックで、じゃあ時間でいくらってもう そもそもやってるんですよ。ってなると新しいこのサービスを使うにはまず広告いっぱい打てないといけないってなると思うんですけど、そうですね、はい、ただ打ったところで限られた職業の働いてる中で、それだと全然その取れる上限の売り上げがかなり予想できるのと、はい、ライバルがすでに飽和状態だから、はい、今のうちやめた方がいいんじゃないかっていう。正直、シェアサロンというのは儲かるビジネスはないと思っております。売上を歩合制にすると確かに儲かるかもしれないですが、美容師さんカットで1万取る方2万取る方っていらっしゃいます。ただ3000円できる方もいらっしゃったりとかして、その料金をこうパーセンテージでいただくとなると、1万円のカットで 20% の2000円を場所代で取るのと、3000円のカットで600円取るのっていうのは大きく違うと思っていて、私の中では一つ同じような空間を同じ時間貸しているっていうところで、その料金体系っていうのを明確化することで使いやすくなると思いますし、確かにシェアサロンは儲からないんですが、この仕組みをこう全国に広めることで、既存の美容室にこの仕組みを導入することで、我々もビビったるものですではありますけれども、利益が積み上がっていくものと考えております。このそもそも外部の人を自分のサロンに入れるから、はい、安全面の問題とか人間関係の問題とかもあるし、はい、そもそもじゃあ材料どうするかとか、はい、今のこれだと一人の美容師がそこに登録して、要するに全国のこのサロンドに登録して美容師でなんかこう出張感覚でいろんなところで働けるっていう概念で描いてます。そういうイメージですか？いや、出張というのはあまり考えてなくて、今福岡で4店舗やらせていただいてるんですが、100名近くのフリーランスの方に登録をしていただいていて、その中にはもちろん売り上げをすごく上げる方もいらっしゃるんですが、やはりなかなか売り上げを上げきれないような方もいらっしゃいます。それはご自身で運営しているフリーランスサロンだからこそなんですよ。
そうですね、サービスってなるとまた違うと思うんだよね。はい、だって自分のサロンだったらね、こう管理とかできるんですけど、今話したシステムでより多くのところに導入してもらうってなると、はい、うん、導入したいと思う。あ、デメリット聞きたいですよね。なんかすごい経営者にとっていいサービスっていうところで企画見てたんですけど、はいはいはい、お城で輝くツインテールの女王オリオーナー香里、300名以上が在籍する大手サロンで売上ランキングトップを取り続け、歴代最高売上を樹立。その後大阪堀江でお城みたいな美容室オリをオープン。個性全開、世界観を売り出した経営スタイルが令和の時代にマッチし、サロンは予約殺到。立ち上げたカフェでは行列を作るなど爆発的な人気を獲得。関西の女性サロン経営者の中で今最も勢いのある一人として注目を集める。令和の新たな経営を示すツインテールの女王が挑戦者の品位を見定める。京極さんがおっしゃってるように、自社でそのブランドをね、こう正社員とかのサロンで積み上げてきたスタッフとの関係性とか、そういう知らない人がポンってきて、自社のスタッフに対してのまあ悪影響じゃないけど、そういうデメリットとかはすごい気になります。それはめちゃくちゃあると思う。それを私もあると思ってます、正直。やっぱりそこのハレーションだったりとか、もともと正社員でやってた人たちの中のサロンの一セット名をフリーランスが入ることで、その正社員の方がもしかしたらそこに流れるかもしれないし、フリーランスいいなって流出するかもしれないっていうのはもちろんあのリスクとしてあると思います。またその共用部分の使い方とか、自分たちは清掃するのにフリーランスの人はしないで帰るとか、なんかそういうことはもちろんあると思っていて、ただそういったところはもうサロンの良さをきちんとこうフリーランスの方に伝えることで、使い方だったりとかで、そこでの人間関係ですごく大事だと思っていて、そのフリーランスとしても生計立てれなくなっちゃうような方ももちろんいるので、そこで関係値を作ってそのままその会社に採用されるとか、まあ、そういった形で出会いをどんどん作っていきたいな。ターゲットとする美容師さんみたいなのはあるんですか、黒木さんの中で。こういう人にっていうのは当初は独立を支援型のシェアサロンということで、独立前から独立後のサポートもひっくるめてやるっていうような形で作ったんですけど、うちで登録されているフリーランスの方たちを見ると、もちろん自分たちで独立する前直前期で来られる方もいれば、一人でやりたいっていう方もいるし、他のところからあぶれてしまったっていう形もいて、今はそんなにターゲティングをしてるというよりかは、いい環境を作って気持ちよく使ってもらえる環境を作りたいなというふうに思ってます。結構フリーランスサロンっていうかシェアサロン、今ほとんどの経営者、はい、そもそも教育サロンをやってる経営者も自社のスタイリストの流出を防ぐためにシェアサロンを作ってるんですよ、はい、ってなるとまずこのサービス絶対使わないじゃん、はい、ってなると本当にこのサービスのターゲットって1店舗やってる本当にめっちゃちっちゃいサロンで、ってなるとじゃあどれだけいるのと、そういったところ果たしてそのフリーランス入ったところで満足度上がるのかって言われたら上がんないと思うんだよね。はい、そうアイディアはいいんだけど、ただ遅い。はい、大手シェアサロンさんだったりとか、おっしゃってたように関東 の、まあ、あのアルバムさんとかはシェアサロンを原宿に出したりとかして、流出を歯止めをかけたりとか、キャリアデザインをさせるようなサロンさんはあると私も思っていて、ただそれは資本力がある方たちはそうすると思うんですけど、そうおっしゃってたように1店舗とか、まあ、2、3店舗やっていて、なんとかこう自分たちの中でやってるような方たちっていうのはやっぱ流出って避けられないものだと思ってます。だそういったところがターゲットになってくるかなって思っているのと、都市部に結構限られていてシェアサロンっていうのが、というのもやっぱり高い家賃を払えないからそこのシェアサロンに入って独立をしやすくしていると思うんですが、地方でもこれってニーズはあると思っていて、そういった地方のところから広めていきたいなと思っております。思ってる以上に困ってる人がいっぱいいるってことを見てきたってことですよね。そうですね、間近でね、はいはい、そのさっき皆さんおっしゃってましたけど、実際にその教育サロンで入ってこられて困るってパターンは全然想定の範囲内ですもんね。そうですね、はい、ただそれがうまくいってるのってほんの一部ですし、都心でやられてるそのシェアサロン出されてるところも本当資本力あるところはできてるし、うん、ただ彼の場合もともと福岡で大手のシェアサロンさんがすでにありますもんね。ありますありますけど、そこよりもその彼がやってるところの方が多いですもんね。あの実際に登録されてる方とか利用者数が多い、現にうち正社員の方も業務委託の方もフリーランスの方も結構混ぜてやってるんですけど、で実際フリーランスで来られる方ってダブルワークの方とか、あと女性で結婚出産してで戻りたいとか、だけどあの片手間になってしまうから正社員としては戻れませんという方、結構そういう方多くて、そっちの需要も今後全然あるのかなっていうふうには感じるんで、それは自分のサロンがやるからいいんじゃないですか。わざわざシステム入れる必要ありますか。システムを入れることによってそこが、マッチングが円滑になるのかなと。だから僕全然入れたいと思いました。だから今最もホットな話題、シェアサロンの新たな形を提示する挑戦者、虎たちにとっても他人事ではないこの話題。
荒れる予感が漂う。技術からサロン経営まで、美容師はオンラインで学ぶ時代。ビューティファインド、詳しくは概要欄から。なんか今のその僕流れ聞いたら多分ニッチなとこ行かれてると思うんですよ、うん、で僕仮にそういう例えばちょっと地方の昔からお客さんはいるし、結構お客さんとの関係性はちゃんと取れてて全然売り上げ伸びなくてっていう人は僕はありなんかなっていう、まあそれに就職、まあ働く場所を変えること、今までくすぶってたんだから、例えば30代後半男性、そういう人多いですよね。そうです、30代中盤ぐらいが、うん、なんかそういうのは多分再就職することによってそれを使ってやるので、僕は美容師さん側が変化できる環境を作ってるっていうところでは僕はちょっと共感できたなっていう感じはちょっとします。でもさ、それ今のこの仕組みだとある程度経営センスある人は多分ほぼ導入しないと思うんだよね。まあ、理由としてはその導入するメリットが、まあ美容室側もそんなないのと、あともしもともと教育サロンでやったらフリーランス入れた時点ですっごいこう社内の雰囲気が悪くなる。いや、それはめっちゃわかる。それは絶対そうやと思う、はい、絶対ってなるとちゃんとした正統派の教育サロン絶対これ入れないじゃん。いや、だからその風土があるところは絶対入れたくないんですよ、うん、だからうちなんかもめっちゃ風土があるから絶対入れないし、でしょ、絶対入れないし、するのがちょっとアホらしくなりそう、このシステムが広がりすぎると。そうそうそう、だからこれは何のためのシステムかっていうのが本当に謎。いや、だから多分はっきりとその本当に風土のない困ってる美容師さんに、困ってる美容師さんをマッチングさせますっていう感じになっちゃうんですよね。そうですね、絞った方がいい、ちょっと言い方悪いですけど、その教育サロンとか結構店舗展開されてる方はもちろんその採用も困ってないので必要ないかなとは正直思います、うん、ただ人材獲得するために大きな広告費だったりとか採用費をかけるっていうオーナーさんも非常に小規模店舗では多くて、なんかそこにお金を払って半年ぐらいで辞めてしまうとか、じゃあその30万40万って何だったんだろうって思う経営者の方もいらっしゃると思うんですね。地元の福岡でも導入したいって言っていただけたりとか、まあ、人がいなくなったからすぐに採用ができるわけではないので1年間だけ入れてみようかなとか、だからそういう声はいただいていて、そういうねターゲットを絞って、うん、地方の人とかすごいちっちゃいサロンでそういう美容師さんを呼んでっていう、まあ、もともと美容師さんをされてたわけでもなくて、はい、まあ、その美容業界のなんか思いの部分があんまり感じられなくて、なんか荒らされるだけなんちゃうかなと思ったら、はい、その先に何があんねんっていうことでしょ。もともとそのシェアサロンをしようときっかけしたきっかけが、僕の髪を3年間切っていただいた子なんですけど、その方が手取りが20万で社会保険とかも入ってなくて、まあ、店長やってますと、でバーでバイトを始めますって言い始めたんで、なんでっていうところから子供が生まれて収入がもう足りないんですと、でも店長やってたらもっともらえるでしょみたいな話をしてる中で、美容師さんって全員が全員とは言いませんけど、うん、そこに所属するとそこでの世界しか、まあ、見れないような方もいらっしゃると思うんですね。確かに SNS とかも普及してきていろいろ情報を取れる時代にはなったと思うんですけど、一つのサロンに入るとそこでちょっと閉鎖的な情報になってしまうような方たちが多いなっていうふうには感じているので、そこを取っ払いたいなっていう気持ちと、人材の流通っていうのも結構少ないなと思っていて、一人減ったら一人入れるとか、店舗展開するために入れるとか、そういうタイミングがないとなかなかその募集もかけられないし、こちらの料金仕組みはそのまままだ聞けてなかったので、はい、なんかそれ説明してほしいです。はい、今現状シェアサロンでやってるものに関しては1時間1000円から貸し出しをできるようなものになっていて、月額で10万円から固定で使えるような仕組みにはなっております。で、これを導入してもらったオーナー様に関しては1時間いくらっていう形でご自身で決めていただくことが可能です。それに対して 15% のフィーをマッチングした時に私たちがいただくというような、その 15% はどっちからももらうってことですか。そうです、フリーランスさんから 15%、 オーナーさんから 15%。 まあ流行んないでしょうね。料金の自由度があるので、安ければ人がものすごく来ると思うんですね。で、高くすれば人があんまりこう集まらない、人材欲しいようなオーナーさんとかっていうのは安く貸し出すことで、だいたい一席に対して3人ぐらいは登録があって、そこを主に使うようになる現状ではですね、そこでその3人の中からこの人いいなとか、この人うちに来ないかなっていう 見定めもできるので、入れて損はないかなというふうに思ってます。入れるだけやったら料金はかかんない。かからないです、はい。なんかその構図だと困ってる人が救われるイメージが湧かなくて、はい、
港型経営の虎、株式会社クラッチ代表取締役浜光太郎。完全自由シフト、売上ノルマもミーティングもなし。型破りな美容室経営で大阪、博多、名古屋などでサロンを展開。様々な価値観を持った子が立ち寄る港型経営を提唱し、新たなサロン経営を実現。 SNS 発信にも力を入れ、独立、開業、経営に関する動画はコアなファンも多い。多様化する世界に光を灯す港の主が挑戦者の未来を提示する。で、例えば僕がこれを利用するってイメージするとするじゃないですか、はい、したらお客様持ってない人にこれだけのサポートできるよって、まず集客のサポートとか打ち出すと思うんですよね、はい、でさらにその他の店舗さんの利用数を見て一番定額でやると思うんですよ、はい、ってことは資金力があって集客力があって、はい、今困ってないお店がさらに潤うっていう絵面になるんじゃないかっていうふうに思うんですけど。そうですね、その店舗によって色は違うと思っていて、その料金体系というよりかは美容師さんとしてそのサロンに行くことで、あ、ここ素敵だなとかって思ってもらえるような箇所って料金体系以外のところにもいくつか多くあると思ってます。もっともっと自分のサロンを素敵に見せないと、そのフリーランスも集まってこないですし、そこだけ繁盛してそこが廃れていくっていうような考えではなくて、皆さんでこう自分たちのサロンをより素敵にいろんな人に見てもらってもこう自慢できるようなサロン作りをしていきましょうっていうような声掛けをさせていただいてたりはします、うん、まずでも選んでもらわないと中の良さは伝わらないじゃないですか、はい、でおそらくそのサイト内で表示できる情報量ってこう限られますよね、はい、でその中でまず選ばれようと思った、さっき言ったのようなサポートがこれだけできます、はい、料金がこれだけ提示できます、はい、っていうところが争点になるはずなんですよ、はい、なんでやっぱりそのおっしゃってるところは理想だとは思うんですけど、はい、現実問題その格差はなくならないというか、うん、困ってる人が結果喜ぶっていうイメージが湧いてこないですね、はい、僕らが作ったシステムっていうのが、そのサポートをこれだけオーナーさんとしてやりますっていうところは表示がされなくて、店舗の雰囲気と料金体系だけにはなってきます。もしその情報しか書けなかったら、おそらく登録数が増えれば増えるほど、はい、料金の戦いになってきますよね。そうですね、はい、ということは料金安く提示できるところが勝つっていうことになりますよね。今福岡でやってる店舗についても、オープン席で安く貸しているところと、半個室でミドルで貸しているところと、完全な個室になると一番高く貸し出しをしているんですけれど、利用者によっては結構それぞれで安ければいいっていうわけではなくて、その雰囲気空間、それが多分その媒体では伝わらないと思うんですよ、コンテンツ上では。はい、一回使ってみて、ここは違うな、安いけど違うなとかですね、多分そこを違ったらまた他のサロンとか選ばれるかと思うので、それを転々とするハードルがめっちゃ高いような気がするんですよね、うん、美容師目線からすると、はい、そんなにお客様に移動するって僕も結構なんかこの時点でこのサービスをおすすめしたくないよね、うん、挑戦者とナイト松岡、共に美容師ではない立場でサロン経営を行う。対する虎は全て美容師経験者。ますます意見は大きく二分する。ここまでのレベルの話はやるべきじゃない、でも評価って言ってるんだけど、やりたいって言ってるから来てるわけじゃないですか。だからさっきおっしゃったその面談っていうところ、違う、だから感情論でいけないんだよこれは。面談でいくらいい、黒木さんイラッとしてたんですよ結構顔に出てて。サロンの虎、挑戦者、スポンサー大募集。詳しくは概要欄をチェック。